どうもこんにちは、ミラータと申します。今回は立花寺の動画を作りました。立花寺は飛鳥時代に聖徳太子が建てたお寺だと言われています。私こうやって関西のお寺の動画を投稿してますので、よろしければチャンネル登録お願いします。はい、まず場所の確認です。立花寺は奈良県高市郡飛鳥村、前回案内した飛鳥寺から 1.5 キロほど離れたところにあります。はい、続いて境内の地図です。入り口は東と西にそれぞれあります。今回は東の門から入りました。で、東門からまっすぐ進んだところに本堂があります。で、本堂以外もですね、他のお堂いろいろあるので拝観しました。で、最後こちらの往生院の天井絵を見ました。はい、続いてお寺の基本情報です。三号仏塔山で、立花寺、天台宗のお寺です。本尊は聖徳太子で、創建が606年の飛鳥時代です。で、会期が聖徳太子ですね。で、文化財も聖徳太子像、重要文化財があります。で、札所は新西国33所の10番、聖徳太子霊石の8番があります。で、拝観料は350円となっております。まずこの立花寺の成り立ちなんですけども、もともとこの地には都がありました。574年、その都で豊比の命、後の陽明天皇の第一子として聖徳太子が生まれました。その後の606年、推古天皇の命により聖徳太子がこの地に立花寺を建立したということです。で、創建当時の立花寺は66もの建物が立ち並ぶ大寺院だったそうです。はい、こちら立花寺の東門です。門の前には狛犬がいますね。で、こちらの東門と反対側の西門のどちらからでも入ることができます。で、この立花寺はですね、聖徳太子建立七大寺の一つとしても知られています。聖徳太子建立七大寺というのは、四天王寺、法隆寺、中宮寺、広隆寺、法喜寺、葛城寺、そしてこの立花寺ですね。はい、こちら門から入ってちょっと進んだところですね。左側には鐘楼がこのようにあります。で、この鐘楼のですね、さらに少し進んだ先、隣にはですね、こちらの五重の塔の跡があります。もともと立花寺には五重の塔が建っていたそうなんですが、1148年の落雷により焼失してしまったということのようです。平安末期ですね。はい、そこからさらに進んでいくと、右側に修復中の建物があるんですが、これが観音堂ですね。今は中を拝観することはできません。中にはですね、如意輪観音菩薩が安置されているそうです。この観音堂の如意輪観音が、新西国の、観音菩薩ですね。はい、そして正面本堂が見えます。江戸時代末期の1864年に再建された建物です。で、この本堂の前にですね、馬の銅像が立ってるんですけども、これは聖徳太子の愛馬黒駒の銅像です。はい、で、本堂側から見た、境内の様子ですけども、西門、休憩所、駒堂、そして観音堂などが見えますね。はい、そして観音堂の隣の建物、先ほどちらっとお話ししたこちらが護摩堂です。この護摩堂には不動明王が安置されています。護摩堂といえば大体不動明王、もしくは愛染明王が安置されています。はい、そして本堂の反対側、向かって左側に進んでいきます。そうするとですね、はい、こちら二面石といいまして、飛鳥時代の石造物があります。
左右に前奏と悪奏が彫られていて、人の心の二面性を表現しているそうです。こんな感じですね。はい、はい、そしてこの二面石のさらに奥に進んでいきます。そうすると池があるんですけども、その池に橋がかかっていて、その先に水神を祀る建物があります。はい、で続いてですね、本堂の正面ら辺にある建物なんですけども、こちらが経堂という建物です。他のお寺では経蔵というふうに、呼ぶ場合が多いですね。お寺の書物や経典を収めているお堂です。立花寺の経堂には阿弥陀如来像が安置されていました。はい、でここから経堂を横切って境内の北の方のエリアに向かいます。そうするとですね、こちらの建物、王城院にたどり着きます。この王城院はですね、極楽浄土に咲く花をイメージした天井絵が描かれているお堂です。結構中も綺麗でですね、新しい建物ですね。はい、こちらが天井絵です。花の知識がないので何が何か全くわからないんですが、綺麗ですね。この立花寺はですね、聖徳太子生誕の地ということで、聖徳太子との関わり、強く感じられるお寺でした。はい、こちら立花寺でいただいた聖徳殿の御朱印です。はい、では参拝終了しましたので、お寺について振り返っていきます。まずお寺までの道のり、大阪中心部より車で1時間弱です。で、続いて見どころ、本堂、それから王城院の天井絵ですね。で、続いて参道の難易度、これは低いです。駐車場からすぐです。で、広さ、人の多さ、広さは結構広いですね。広いお寺です。で、人の多さは少ないですね。少なかったです。で、所要時間の目安は30分から1時間ほどでした。はい、次回は奈良の大間寺の動画を投稿します。今後もお寺の動画投稿していきますので、よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。さようなら。